ダイハツ EJ 型エンジンは、1998年から2015年まで、ダイハツ工業が生産していた、小型自動車用エンジンの一つである。550cc 版のダイハツ EB 型エンジン及び 660cc 版のダイハツ EF 型エンジン等とともに、ダイハツ E 系列エンジンを構成するエンジンでもある。 1998年2月に登場したストーリアに搭載されてデビュー。後に、ミラジーノ船や、東南アジア船売車種のセニアミラの欧州向け版にあたる、クオーレ、2代目、ミラジーノの欧州向け版にあたるトレビス、初代ブーンのマレーシア船売版であるプロドゥアマイビ、などにもそれぞれ搭載された。基本仕様は、水冷直列3気筒 DOHC12 バルブ、 内径 72.0mm、工程 81.0mm、総排気量 989cc。EJ 型は、1990年に登場した、水冷直列3気筒の EF 型をベースとし、ボアとストロークをそれぞれ拡大している。当初は、EJ 出型で展開していたが、 2000年以降より連続式可変バルブタイミング機構を採用した EJVE 型に置き換えられた。エンジンに組み合わされるトランスミッションは 5MT および4 a t があった。なお EJ 型エンジンの後継は親会社のトヨタ自動車と共同開発した KR 型エンジンである。EJ 型は自動車向けエンジンとしての製造は終了しているが、 産業用エンジンとしては、EJVE 型直立配置エンジンの生産が2015年11月まで継続されていた。しかし、補給用アッシー部品としての製造は続いているため、国内で当該エンジン自体の製造が終了したわけではない。DOHC12 バルブ EFI な搭載車種。DVVT 付け DOHC12 バルブ EFI な搭載車種。 トヨタブランド向けは VVTI。ありがとうございます。